はい、次にあの、ね、土岐さん来てるからあの政治参加についてね、あ本当にね、今国民民主党の活動いつも一生懸命こう来てくれて、だっていろいろ越境、埼玉とかいろんなとこ越境してるし、ね、いやでもこんな若い人が手伝ってるのはなんかね珍しいんでね、そうなんですよ、うん、期待いっぱいです、ね、期待本当にね、うん、どうですか政治参加、やっぱりどう同い年の人であんまりあれなんじゃないの、まあ、簡単には選挙に行くことがまず参加にできることで、そうですね、僕千葉県知事選挙は初めての投票、あ、はいはいはい、熊谷さんね、熊谷さん、あ、そうだよ、うちの娘もそうだった、あ、はいはいはい、初めて入れた熊ちゃん、うん、でもやっぱり、うん、やっぱ投票行かないってもういつでも選挙やっても会わないからって人はやっぱ多い印象がありますよね、うん、要はたたまちゃんとかともお友達だから、あら代表とすごい通過だからね、でもやっぱり年にして政治参加するといろんなものが身近に、政治家が身近に感じるって感じしますよね、いろんな相談もできますよね、うん、やっぱりあの実は政治家っていうのは遠い存在じゃなくて近づけばちゃんと跳ね返ってくるし、でお手伝いすることで一緒になんか政治課題が見えてくるしね、はい、もうやってないよ、本当みんな思われてないよ、本当に、うん、水まきしてるの最近ね、短パンと T シャツでタオルになるか、ね、これが議長やってたらそうには見えないけど、たまにだからあの、ね、仕事で納品とか行って職員の先生なんて言われるとお店の人からはそうだよねなんて言われるぐらいだから改めてそれ議員だったんですけど、でもね、あの議員さんって本当に身近なもんなんで、うんうん、あのね、お手伝いすることもそうだし、何かあったらね、相談したらみんな、うん、全然そうそうそう、だからね、そうなの、綺麗なベベはね、おべべ着てさ、うん、もう本当働かなきゃいけない、いつもご飯ピース着て歩いてるような人はね、うん、ダメだよ、本当に、うん、本当にさ、やっぱりあのちゃんとしなきゃ、本当にラフな格好で、そうでも現場に直行できる、そう、本当、もうちょっと廃車なんだけど、いつも俺軽トラ持ってたからね、ね、軽トラ乗ってる主義、そうそう、軽トラ主義で売り出してたけどね、本当、まああの、うん、まあそういうことでね、うん、はい、ということで若者の政治参加、うん、はい、あの応援します、応援ね、はい、頑張ってください。